馬ってだってほぼ一周多くやってますもんね。そうっすね。お、重装と何と両ピン統一、ただ両面もあるんで、まあ何泣いて一旦上がる感じですか。うん、津田はですねドラのチューン統一にしましたよ。お、あ、もう行きましたね。重装行きました。その後9層のポンから、まあ、基本はナンバックですね。まあ、遠くにトイトイがあるんでなったらいいなぐらいだと思います。お、基本のこそスダンコじゃないですか。これすごい。6級ピンは6級ピンいますね。いますよ。3枚いる。はい、いや、ありますね。スタンまである。ちょっとワクワク。ワクワクしますね。馬強がいい牌選ぶ感じですね。三ピン切り。そうですね。まああんこの横の牌って相手が使いづらいから、うん、まあ強いて言えば持ってないことがあるかなっていう感じですか。真田は一応手が進みましたね。差し掛けたカンパーピンから明日出しかけていきます。まあチュンバックプラスチャンタとか、まあ何も重なったらいいかなって感じですね。アーソーは良さそうなんで、そうですね、マンズ切りそうですね。中林はドラのチュンが浮いている。そうですね、須田の仕掛けが自敗から切り出しからのカンパーピンチーなんで、まあ、チュンをどれぐらい持ってるのかな、あんことかが、まあ、怖いですよね。どう見えるか。ピンズの一気通貫の方がちょっと見えますか。ああ、確かに言われれば全部遠いですけど、はい、お、いいシャンテン。あ、これテンパイはチュン切りますかね。なんで須田泣けるかもしれないですね。そうですね、スピンは違う。 あ、嬉しい。ダブルバックの形になった。これ嬉しいですね。嬉しいですね。ただ実際はね、ナンが真田ともちもちなので、苦しくなったのは実は真田。なるほど。そうですね、もう真田トイトイにもならなそうですしね。また中林がチュンを切るかどうか、うん、あとはキムがスワンコどうなるんでしょうか。6級ピン減ってないですもんね。減ってないです。さあ、まあ一旦いいシャンテン。あ、ピンズの本一が見えますね。あ、でも行かなかったですね。行けませんでした。うん、形重視で。いや、全然何にも変わらない。引かないですね。これはチーですか。しない、しない。お、そして引き入れた。これ両ピン盲点になりますね。そうですね、泣いてないですもんね、うん、これ盲点にするために泣かなかった。そうですね、まあ手配構成をばらしたくなかったっていうのはあるでしょうね。はいはい、キムスワンコイシャンテ、イシャンテになりました。しかもこれ実はパーソー全山だったんですよ。え、だからこれ5枚山のスワンコイシャンテですよ。めちゃくちゃチャンス。いや、本当にめちゃくちゃチャンス5枚山のスワンコイーシャンテンってそんなことあります。あれ、あれ、エラーになっちゃった。テンパイしました。シャワー2枚切れだ。あ、そうか、テンパイがチートイツのテンパイというのか分かんないですけど、そんなのダメです。え、これあるな、ティム、マジでありますね。これってリーチ打ったら見逃しにくいじゃないですか。黙って見逃し続けるとかあるんですか。それともリーチして上がって普通に裏ドラ見た方がいいんですか。はい、いや、もうこれもうポイント状況的に数アンコしか見ないならリーチして見逃すはありますね。その積もる時間の猶予を作るっていう。あ、そうかそうか、はい、あ、これ出るかどうか。でもライバルの須田なんですよね、仕掛けが。
なんでやっぱり切りづらいと、まあ、もちろん親もいますし、確かに親も9層ポンとっても怪しい。どっちかには泣かれるかロンって言われるだろうみたいな。でキムはねチュン掴んじゃったんですけど、はい、まあ、なんで切ったら切っていいですよね。テンパったら絶対切りますし、なんならイーシャンテンの今のうちに切れればいいですね。これリャムピン引いちゃうとロンになるんで。あ、本当だ。なんで須田が先にテンパイできるか、キムが先か。テンパイだ。切った。ダマテンだ。ダマテンだ。これは見逃すと思いますけどね。ダマテン、そうですね。とりあえずいった須田はドラの順をしてリャムピンテンパイ、キムはローピンとキュー。キュー見積もった。すごい。最高です。16,000キムの大きな上がり、いや意地見せましたね、いやお見事。スワンコ8,16,000の6本場です。8,600、16,600のつま上がりです。いや大きい、これあるんじゃないんですか。まだちょっとかなり点、もう1回ぐらい役満欲しいですね。そうですけど、これで6万点オーバーですよね、キム。はい、はい、6万点オーバーのトップ目に立ちます。バージャンスリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。バージャンに関する動画をほぼ毎日アップしています。チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローなどお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。